世界最大であるイグアスの滝、左に見えるのが悪魔の喉笛滝。滝とは河川や湖の一部が段差になっているため、水が落下している場所を言う、幕府、被爆とも言う。なお、水の落下開始場所を滝口と言い、水の落下点の水深が深くなっている場所を滝壺と言う。日本においては国土地理院の定めた定義によると、 流水が急激に落下する場所で落差が5メートル以上で、常時水が流れているものとされているが、歴史的に有名な滝や、地理上の項目標となる滝については例外もある。メディアを再生する滝氷結した、七母が滝万葉州の頃の、滝は今日でいう、早瀬を指し、垂水が今日でいう、滝を指していた。一部の滝は、浸食が早く、また川の流れが、 地殻変動で変わりやすい山岳地帯において生じる。このような場所にある滝は同じ場所を長年にわたって水が流れたことによってではなく、症状断層や火山活動などの突然の地質の変化によって形成される。それに対して多くの滝は長年にわたって流れる水によって形成される。典型的には、 岩石の地層を横切って流れる水流があると、浸食に強い岩脈部分が棚として残るのに対し、その先の浸食に弱い地層部分が削られて落ちる。結果、残った棚は落ちた部分に対して隆起した状態になる。さらに、月日が経過すると、棚の端が徐々に削られた木は絶えず、上流に移動してゆく。同時に、多くの場合、浸食に強い棚に対し、その下の地層は、 弱い地層からなるため、棚の下の層が侵食され、滝の下では水のカーテンの後ろに洞窟状のくぼみが形成される。滝の上の水流は硬い棚の上を流れるために流れは広く浅くなり、滝の直下は落下によって勢いがついた水が地面を叩くために水溜まりができる。諸説あるが日本国内で名前のついた滝は約2500約1万5000あるとされる。 また、沢登り等の紹介本等で掲載されている、素構図に示されるような無名牢は多数存在し、それらも合わせると、その数倍の数の滝が存在する。沢登りの素構図ではこれらの無名牢は、F ナンバーと呼ばれる番号で識別され、下流から、玄頭部に向かって、階1、階2、F3 というように名付けられる、陶器に氷結し、巨大なつららとなった滝を氷爆という、 平均水量を対数で10段階に分類する。ナイアガラの滝は10、ビクトリアの滝は9、ライン滝は8、エンジェルフォールは7、ヨセミテ滝は6である。有水型洞窟の湧き水や泉が壁面に湧き出て、その段差として滝が形成されるもの。溶岩遮断型火山などの溶岩流により川が、せき止められ、せき止めことその出口として滝が形成されるもの。ケゴン滝など。 断層型地震などの際に形成される断層のずれをきっかけとして形成されるもの。侵食型側が侵食を繰り返す際、川底の岩盤が表に出て滝を形成させるもの。直爆落ち口から滝壺まで一気に落下する滝。迷惑と呼ばれるものが多い。分岐爆落ち口から幾重にも分岐して流れる滝。断爆二段や三段、またはそれ以上の階層がある滝。 川流爆水を通す地層と通さない地層がむき出しになり、地下水が崖の途中より直接落ちて滝となる。渓流爆滝口から傾斜した岩肌などの上を滑るようにして流れる滝で、ある程度の高低差があるものを言う。海岸爆海岸の崖の上に滝口があり、海に直接落ちる滝を言う。滝は最も激しい流れの渓流である。滝そのもので生活できる動物は、 岩や石への吸着力に優れた吸盤を持つアーミカの幼虫などに限られる。一方で、滝壺のうち、落水が川底を長年えぐって、縁になった部分は、魚が多く生息する。水量が多く、流れが緩やかである上、水の深さと、石や滝が起こす泡で身を隠しやすく、さらに落下する昆虫などの餌を狙えるためである。滝下の縁は、川釣りの高ポイントとされている。 落差や流速が大きく素上が難しい滝は魚類ごとの分布範囲を決める場合がある。特に源流へ近づく習性を持ち、泳いだり跳ねたりする力が強い岩などの渓流魚でも突破できない滝は各地でイオドメの滝と呼ばれる。魚の自然分布上はイオドメの滝であっても、その上流に魚が生息できる水量や餌がある。川では地元住民や川漁師、 釣り人、自然愛好家などが放流したイワナや山芽などが繁殖し、岩止めでなくなっている滝も多い。また豪雨などで、川岸や川底が崩落して大きな滝ができ、魚が遡上できない滝が新たにできる場合もある。このほ他、蛇のように体をくねらせて、滝の裏や側壁を生い登るうなぎ、腹部の吸盤で切り立った岩に密着しながら登れる、坊津ハゼや、吉登り類は、 自力で滝より上流へ進出できる。植生を見ると、滝は周囲の崖も水の豊富な切り立った崖という特殊な環境となり、例えば大文字草など独特の植物が生える。その他の滝周辺も多量の水滴が常時飛散するため、湿度の高い状態を好む植物に適した環境である。大飛の滝だけはその景観が評価され、名所となる観光化された場所も多い。 宗教的な特別詩をされる例もある。その他にも、白川義和らが選定した、世界百名枠もある。那智滝特に定説はないが、那智滝、下門滝が入っているのが定番。あと一つには、以下のような滝が挙げられている。また、日本三大人滝というものもあり、こちらは、滝の御滝とされている。その他にも、各地域ごとに三名枠と歌われている滝がある。 日本の主要な滝は1990年に日本の滝100選に選定されている。100選には選定されなかったが、100選の滝に匹敵する規模や特徴ある姿形の滝などを一家に挙げる。その他にも朝日源南によってほとんどが消滅した48滝、1994年に位置が確定された日野木沢の滝がある。ありがとうございます。